家田道夫1月7日から2017年8月9日は日本の実業家。愛知県稲沢市出身。愛知県立津島高等学校を1952年に卒業。上京し、明治大学生時経済学部に入学。1956年に卒業後、地元のスーパーに就職した。ユニーの初代ドライ食品部長。77年始会社。 ユーストア設立とともに、初代社長に就任し、スーパーマーケット業界有数の、有料企業に育て上げた。佐藤治む。心の友となった死の仲間。2012年2月7日閲覧。ユニー中高の祖、家田道夫さんの金言、夜逃げのしやすい店を作れの死にとは、ダイヤモンドチェーンストアし2020年5月19日5時55分、ユニー株式会社新社長就任。 日本食料新聞、2012年2月7日閲覧。ユニー株式会社会長就任。日本食料新聞、2012年2月7日閲覧。ユニー、鈴木、佐々木体制で、秋の陣営、家田道夫会長が、別れの言葉。日本食料新聞、2012年5月29日閲覧。家田道夫出国の歌手ユニー佐々木社長に聞く。 月間中部在会社。2012年5月29日閲覧。ありがとうございます。